はい、皆さんこんばんは。3月12日月曜日、しゃべくりまつしろ第385回の時間がやってまいりました。今日のまつしろはですね、朝からね、あったかかったですね。今もですね、町歩きセンターも、まあ、エアコンは入ってはいますけども、まあ、こういうラフな格好でね、今日は生放送させていただいております。よろしくお願いします。今日のゲストをご紹介いたしますけれどもね、この町歩きセンターのね、斜め前にね、あれなんですね、ありますね、靴の専門店なんですけども、有限会社シューズ青木の代表取締役社長のですね、青木武弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあそうですね、お店のだけどちょっと紹介ですね、させていただきますけど、はい、こういう形ですね。私どもの斜め前でいう形になります。はい、シューズ青木さんという形ですね。でこの下見ていただくと、お店の真正面から撮りました。はい。さてこれからがあれなんですけどね、これ上にあるんだけども、これは何をやってるとこですか？これはですね、うん、修理にも使えますし、はい、これからお話しする靴の中敷きとか、はい、そういうものの加工をしたりすることもできる機械です。はいはい、この下にあるのはこれ発泡ミシンといいまして、うんうん、革を縫ったりする、厚手のものを縫ったりする、ミシンなんですね。はい、これも工業用のやつですね、すべてね。はい、これは何ですか？これはね、ストレッチャーといいまして、うん、どうしても幅のきつい靴というのがあります。ありますあります。それをですね、伸ばすの？伸ばす機械、液体を、特殊な液体があるんですが、うん、それをかけて、うん、2、3日こう入れとくと。外反母趾の方なんかの場合でも部分的に、ここに穴開いてますけど、うん、部分的にその伸ばすこともできる。できる。へえ。これ国内産のやつ？これは国内産、これはね、ドイツですね。うん、先ほどの機械も全部、ミシン除いてはドイツから輸入したものですね。ああ、そうですか。はい、まあ結局これ、青木さんとこのこれすごいんだよね。これ修理品なんだよね。はい、ね、こんな長いのからいろんなもので聞いてたら、まあちょっと、あれだけどカバンまでやってるとか、はい、カバンと靴とあと何やるですか？だから革製品なら何でも OK に関してはですね、なかなか修理するところがないということで、ご相談を受けることが多いんですね。うん、はい、でもやっぱり受ければなんとかやってあげたいねっていうか、そうなんです。そういうことなんだね。うん、だからやっぱり何かあれば相談来た方がいいね。気軽にね。そうだね、品物をとにかく持ってきていただければ、一番いいね。いいです。そうだね、修理可能かどうか、どういう修理でしますよというような話をさせていただきます。ああ、そっかそっか、了解です。まあ結局私らも言いましたけど、昨日ちょっとね、お伺いしていろんな話を聞いてきました。初めて聞くような話ばっかで、でしたけども、はい、で今日はですね、まあこういうこちらにもありますけども、第4回町ゼミね、参加店で間違いだらけの靴選びっていうのをちょっとこういう形でですね、まあ、商店街連合会でね、こういう形で第4回町ゼミっていう形でやりましたね。町ゼミとは何ぞやっていう形でここ見ていただくというけどね、まあいろんなコンテンツがあるんですけども、まあ各専門店のね、店主がやっぱり無料で皆さんにいろんな説明をするという形ですね。まあ要はお客さんと店主のコミュニケーションね、で何をやってるかっていうのをやることですね。はい、とてもね、町内でね、お店やってても、うん、みんな相当な知識、商品知識もあるし、技術的な知識を持ってるんで、そういうのを、まあ、お知らせ皆さんに、お伝えしたいというなるほどね。はいはい、で今回ね27件一応あるんですけどね、まだ終わってないところもありますけどもね、3月15日っていうのもありますが、まあそんな形でね、今日は青木さんにいろいろ説明していただくという形になりますけども、じゃああと一通り説明していただいていいですかね。まあ時間内にできるかどうか分かりませんけれども、はい、私もですね、はい、まあ、私の 代で3代目なんですが、うん、はい、それよりも、まあ、22の時にですね、うんうん、この世界、まあ、うちの後を取ったわけですが、はいはい、その前3年間東京にいて、さまざまな靴メーカー、うん、あるいは修理工場、問屋等全部、うん、こっちから行ってですね、勉強させていただきました。うん、そのような中で、得た知識、はいはい、それからですね、20年ぐらい前から、日本にドイツのシューマイスターという人が来ています。はいはい、でそれはドイツの国家資格
なんです、うん、で日本にはこれに近いのっていうのと義肢装具士なんです。で義肢装具士は体の全部のパーツ、いろんなものを作ったり、サポートするものを作るんですが、はいはいはい、そのシューマイスターというのは、うん、足と靴のスペシャリストで、うん、足が人間の体を支える一番大事なところなんで、うん、それをサポートして膝、足首、まあ、腰のに負担をなくそうというようなことで、国家資格として認められていると、うん、そういう方が日本へ来ているので、うん、私もそこを20回ほど行って勉強させていただいています。それで、現在、お客さんが見えたときに必ずお客さんの足を見たりして、お勧めするわけですね。なるほどね。それをこれから、まあ、実践してもらう。実践したい。はい、それがですね、はい、必ずお話ししますとね、うん、今までの靴の選び方って聞くと、大量に並んでるところに行って、自分のデザイン、好きなデザインと、はい、それはある、持ったら軽くて、はい、柔らかくて履きだろうなっていうのを選んでるものが多いんです。そうだね。ところが実際我々見ると、うん、もうブカブカであって、うん、昨日言って言われました。そうだと思うと、もうかかとが減りすぎててこう傾いてた、うん、はいはい、そういう靴が非常に多いんで、うんうん、なるべく、うん、知識として、うん、もっと情報量を持っていただいて、うん、これからの靴に選びに役に立ってもらおうということで、うん、今回の趣旨はそういうこと。そうなんです。なるほど、ね、それで間違い大学の靴選びということで、ああ、そういうこと、やらせていただきました。じゃあ時間もあるなんで実践したいと思います。本当はね、三田さんにやってもらおうと思ったんですが、ちょっと足がね大きくてカメラに入らないといけないんで、今日は可愛い足の方に来ていただいたので、よろしくお願いします。じゃあ早速、まあ、靴下脱いでいただいてるんで、足を測ることからやりたいと思います。うん、はいはい、で座っていただいたんですが、立っていただいて、ね、はい、立つそうですね、うん、足体重かかるから、うん、あ、広がる。なるほど。これが靴の中の状態はい、なりますんでね、うん、あ、そのままでいいです、はい、それでまず右からですね、うん、はい、もうちょい後ろですね、右がですね、23.5、はい、はい、長さ、はい、足長ですね、はい、はい、それでちょっとね、これで足位といいまして、はい、親指のこの付け根、あ、はいはい、中足骨の骨頭ですね、ここから第5趾の小指の中足骨の骨頭、この部分のところを測る、周りを測るんです。うん、これが足位といいまして、うん、皆さんが言ってる、何位です、ああそうそう、何位ってありますね、それの、うん、ことをここで言ってるんですね。なるほど、ね、これで24センチ、うん、ね、24.2 ぐらいあるかな、はい、それから左ですね、やっぱり必ず両方やらなきゃいけないってことね。そうです、はい、それでまっすぐこっち足出してます。これだけど同じってことはないですか、右左ないんです。ないかね。これね、手もね、そうなんですが、骨格も全部違うのと一緒で利き足があるんですね。ですかね、そう、こちらの方がね、24センチ、24、あ、ちょっと違う、ね、違うんですね。ああ、そうそう、側面もこれから違うかな、わかりますね、うん、お、こっちだと 24.5、 若干やっぱり足幅が広い。なるほど。そういう中で、このですね、日本には靴を作る時に基準となる実数規格っていうものがあるんです、はいはい、その中でですね、それに合わせて合わせる、うーん、今のはね、大きい方に合わせると24なんでですね、うん、両方の 24センチの足の長さに対して足位がだいたい24.3のところに当てはまるんで、うん、まあから24.5 ぐらいですから、うん、2E から 3E ということです、ね、うん、それを選べという形ですね。ただこれもですね、うん、これ基準であって、うん、靴のデザイン等によっても大きさが全部違う。それでですね、うん、靴の足の
この形状ね、親指が長い、中指が長いとかね、うん、いろんなあの形状がありますんで、うん、やっぱりその方に向いた靴っていうのはあるんですね。まあ、あのそれはあの履いた中でまた選びが変わってきます。なるほど。はい。こういうだけでも靴下なんかあるじゃないですか。はい、薄い靴下、厚い靴下、それはどうですか。それはあんまり関係ない。厚い靴下はですね、あのホテルやなんかあの行くと厚い絨毯敷いてありますよね。はいはい。敷いてあって、はい、そうすると常に動くんですよ。毛足が長いと。だから靴の中で常に足が動くような状態になる。できれば薄い方がいいんですね。あ、薄い方がいいの。薄いってあの綿の靴下ぐらいまでがね。あ、 あまり厚いね、あの、うん、年配の方がね、2枚も3枚もね靴下履いて、うんうん、あ、それよくない。常に足の中、あの靴の中で足が動いちゃう。動いちゃうから。本当は良くないんです。また綿とああいうあのレーヨンみたいなのあるじゃん。いや、それはね、綿の方がいいです。綿の方がいい。あの足は一日コップ一杯の汗かくんで、汗を吸ってくれる。やっぱりそう、うん、綿の方がいいですね。なるほどね、はい、今は少ないよね、綿のあれやるっていうのはね。そうでもないか、ないんですがね、はい。それで、うん、今あの測らせていただいてですね、うん、あのお客さんの足がですね、うん、どんな状態でどういう靴を履いてるかっていうのを見ながら、はい、確認だけさせていただきたいと思います。はいはい、じゃあまたお願いします。はい、座っていただいて、はい、ただいまあの足を測らせていただいたお客さんの足なんですが、はいはい、今靴下履いていただきましたね、はい、で今履いてきていただいた靴がですね、はい、こちらですね、はい、はい、うん、はい、でこういうところに乗せて、はい、これはね、店で使ってるあれなんですが、はい、必ずかかとに、あの靴のかかとに 足のかかとをつける、うん、でそれが一応基本なんです、はい、で、この幅を見ると、はい、もうブカブカですねそれで親指が今ここにあるんです。はいはいはい。もう2センチも大きい。昨日私は2センチはなかったけど、うん、なんか似たようなもんだってね。これ皆さんこれで満足される方いるんですが、うん、これは常に歩くたんびに足が中に燃えてる。これではね、うん、やっぱり靴の、靴とは言えないんですよ。あ、そう。やっぱりあのスリッパ履いてるようなもんで、うう、あまりいいことじゃないんでね。なるほどね。あのできるだけ足にフィットしたもの、うん、それを選んでほしい。なるほど。で、ちょっと今日あの他の靴、うん、持ってきましたので、はいはいはい、その靴で説明させていただきたいんですが、はい、これはあの紐がついてましてね、はい、甲の高い、うん、低い関係なくここで全部調節できる。だから紐の靴が本当は一番いいんです。いいですか、はい、ですが皆さん面倒があって、そう面倒くさい。こういう靴を履いて脱ぐのがねちょっと大変だって。これ今測ったんでですね、はいはい、あの中から合ってるサイズのものをお持ちしました、はいはいはい、でじーじーと引いて、ね、はい、置いといて、うん、はい、で必ず紐はですね、うん、あのまあこれはもうあるんでね、一、うん、回合わせてやればいいんですが、うん、ジッパーのないものは必ず紐を締め直してほしいんですね。なるほどね。これ毎日やるとねちょっと大変なんで、うん、あ、大変大変。あの例えば旅行行ったりですね、はい、あの今日歩くぞっていう時は必ずやってほしいんですが、なるほど、この前でから順番に締めてっていただいて、はいはい、最後にギュッとやっといて、うん、ちょっと戻してみるといいですね。これでですね、はい、かかとがぴったりくっついてます、はい、で甲の部分も隙間がない、うん、この状態で履いていただくことがいいんです、はい、でそうしますとねここから足が前でいかないんです。だからつま先にも余裕がある。あとあの大きすぎる靴はよくあの親指が当たって、ね、うん、あの山道の下りなんかで血まめになってありますから、ね、それがないように必ずここを締めるというのが基本です。はい、わ、はい、かりました。それで、選んでいただくと、うん、でこの甲周りのは先ほど の、うん、あの2とか3とかっていう中で選ぶんですが、うん、あとはもう必ずあの芝木試して履いてみていただいて、うんうん、でここにここはきつくてもちろんいいんですが、はい、こちらに多少の緩みこういう指が動くような、はい、あ、動いた方がいい、いいんです、はい、ここだけしっかりしたいですね。うん、そういう中で、靴選びをしていただくというのがいいと思いますね。なるほど、はい、はい、これ女性のねパンプスやなんかになるとまた違っちゃうんです。あ、これは難しいところありましてね、うん、男性の方のはこういうあのことで、まあこういう女性の方もこういう紐の靴であれば同じことですね、うんうん、なるほど、はい、結構女性なんかハイヒールみたいにプッてこうやってやってね、つま先痛いとかなんかあるみたいな、うん、
ああいうのもあんまり体によくない、ね、いや、よくない。だから、まあ、言われるのは外反母趾になる。ああ、そうか、そうか。脱げないように力を入れてるんですね。はいはいはい。そこに今、骨、ちょっと取っていただいてるんですが、はいはい、こう曲がるときにですね、うん、この親指のところに力を入れるから、うん、ギュッと力入りますね。ここ痛い。そう。だからそれが、こういうふうに、なんていうんだろう、足が広がって回転速になって、うんうんうん、なおかつそれで今度この親指が曲がっていく。ああ、親指曲がる。第1の中足骨のことが外へ出ていくのが外反母趾。ああ、そうで痛くなる。痛くなる。なるほど、はい、はい。これは、まあ、一通り分かります。パンプス履いたからってなるわけじゃないんですがね。ああ、そうか、ええ、筋力の問題なんですがね。ああ、そうか、はい、分かりました。まあ、このような履き方をしていただいて、はい、歩いていただくと、うん、ウォーキングなんかにも一番いいです、うんうん、はい。だから要はこの革靴とあとウォーキングようなやつと、うん、はい、いろんなものは違うってことがいいですね。そうですね。我々お勧めするのは、うん、ウォーキングに履くんだというときは、うん、大体どのくらい歩きますかと、うん、何万歩は何千歩歩きますかという中で、うん、お勧めする靴も変わってくる。あ、そういうこと、はい。だからやっぱり相談した方がいいねっていう形だね。その辺はね、相談できるとかあったら相談していただいた方がいいと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ今度からのこれあれですね、まあ、じゃあ一通り説明をさせて、短い時間であれでしたですけども、はい、まあ一つですね、青木さん、これから の, そのお店の取り組み、まあ、社長としての取り組みっていうのはいかがですか。まあどこの地域もそうなんですがね、郊外行くと大きい店で大量にダーッと並べて、はい、買ってくださいっていう店があるんですが、はいはい、我々はそんな商売はできないんでね、はい、それよりも先ほどもお話ししましたように、はい、お客さんにいかに合った靴をお勧めするか、うんうん、それで情報を持っていただいてですね、うんうん、日々の生活の中で、うん、足が痛くないような、うん、靴を選んでいただけるような取り組み、まあ、これに尽きると思います ね, なるほどね。で、靴の修理をやってるのもですね、うん、ただ売りっぱなしじゃなくて、はいはい、アフターケアも、うん、全てできるという中で、うん、取り組んでいきたいというふうに思ってます。はい、わかりました。まあ、だから本当はいろんな方が来ていただいて、なんかまあ、なんていうかな、買う買わないは別にしていろんなお話ししながらっていうのが一番いいかもしれないですね。はいはい、自分の足の選ぶっていうのはね、靴を選ぶっていうのはね、その辺はね、やっぱりご相談いただいてね、うん、やるべきだと思いますね。なるほどね、はい、まあ、そういう形で今後とも、はいはい、活動できればいいですね。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。今日はどうもありがとうございました。さん、はい、いや素晴らしい、いいでしょう、ね、昨日ね、昨日行ってね、すごいじゃん、今みたいにね、うん、言われてきちゃった、あ、うん、すごい、うん、いや目から鱗、そうだ ね, ねだからね、全然知らなかった、今日私らの仲間内、うん、勉強になった、うん、ね、私も勉強になりましたね。そうだね、いいでしょう、うん、なりました、うん、横から見ててね、もうほんと、うん、そうでしょ、大変、もうすごく素晴らしいと思ったそうだね、うん、はい、まあいろんな方もいるからね、うん、そうですね、はい、でね、はい、この17日土曜日、うん、1時半からですね、あれ松代支所の2階でこういう形でやります。城下町松代、松並景観賞創設20周年記念特別公演っていうのでね、うん、西先生、和彦先生に来て、うん、この、ね、文化庁文化財部、うん、財務調査官、はい、松代に来てね、調査していただいた方なんですけどね、そういった方も来ていただいて公演をやります。参加料無料ですので、うん、ぜひ、松代はいろんな文化財あるのでね、こういった中でね、いろんな先生方のお話を聞いて、少しまた認識を新たにしてもらえると嬉しいなと思います。ということで、はい、皆さん、来週はどうですか。来週はね、ちょっとお金の話だよ、何でしょう、お金の話、お金の話、うん、長野信用金庫さん、おお、うん、ね、町ゼミ同じなの、それでね、
面白いんだよ、かっこいいお札の数え方、うん、お札持ってくるよ、 お札ね、うん、こうやってピンってやるじゃないの、記念に一枚ずつくれるから、うん、まあ無理だな、ね、預金しろって言われるから宮坂さんちょっとお金持ってくれて、記念にさ、ほら一枚ずつ、あの茶色いお札一枚ずつくれるじゃないな、そうだ、1万円でいいの、そうだ、そんな耳ちごと言わない方がいいよ、もっと記念にもらうんだもん、ね、そう、いっぱいあのね、求めちゃいけない、いや、そう1万円だ、ダメだわ、もっともらった方がいいよ青い札で10枚みんなダメだ、宮坂さんダメ、下げになっちゃうから、めくれちゃう、ダメダメ、やめた方がいい、あ、このね、お札の数え方ってね、あのよくさ、昔はこういうねやってたけど、今あのバラバラって機械でやっちゃうじゃないですか、うん、そうだよね、うん、コンビニのあれと、コンビニっていうかね、スーパーと同じでお札ザーって入れるとさ、お釣りまで出てくるやつあるじゃないですか、あるある、ね、銀行もそういうの使ってるみたい、うん、だけど実際に数えるのはどういうふうにやって数えるかねって、皆さん信用金庫とか銀行の皆さんはもう数えねえんだ、うん、あのね、数えだからね、そこがミソだ、ね、どうやってやってくれるかって、それでね、うん、今日聞いたの、うん、誰がやってくれるんですかって、今人選してるってあのやって崩れちゃうといけないからだからね、来週は楽しいよどうやって崩れるか楽しいだ、それはそんな話、まあ、だからね、まあ、どういうそのお札の数え方するか楽しみだなと思います、はい、いや、ほらそれはもう違う意味で楽しみだなまあそんなことでね、はい、来週はね、新規さん来ていただいてやりますんで、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで、はい、来週のしゃべくり祭りをどうぞ楽しみに、はい、お楽しみに。また見てねー。